だけじゃないで、マルシアでマルシンズです。はい、今日の企画はこれをされると女心が揺らぐ、アクション。ジューン。女心が揺らぐ、はい、あれ好きかもとか、うん、みたいな、うん、ちょっとキュンってしちゃったり、うん、A 君のこと好きやのに、うん、これなんか B 君ちょっといいかもとか思っちゃったりするとか、なるほどね。そういうのをもろもろ合わせて紹介していこうと思います、はいはい、で最後に一番これが揺らぐやろってやつを挙げていきたいと思います、うん、はい、ド直球。え、ちゃうな、ド直球、ド直球、ド直球合ってる。そう、まずまず恋愛として見てなかった人から直球な褒め来たらうちは揺らいちゃう。褒められることってそんなないやん。めちゃ欲しいってうちは結構動画で言うけどさ、はい、あんまり褒められることってないわけ、うん、けどド直球に、え、なんか可愛いとかそういうのをなんか褒められると揺らぐような、急になんかさ告白してからスタートみたいな感じで、うん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 、褒めてからスタートみたいな感じでもある、うんうん、可愛いみたいな、それとかさ一番結構タイプやわ。だから言ったらもうさ告白みたいなもんやん。みたいな、なんで、ちょっとあの、世界が変わるわけ。で、え、この人恋愛的に見てみよう。あー、なるほどな。可愛いって直接じゃなくても、でも、さつきって俺可愛い方やと思うで、とか、そういうのも嬉しい、全然めっちゃ。なんか、服よりやっぱ自分を褒めてほしいけど、確かに。え、これ、全女子が一番揺らぐ時やと思うんだけど。何？自分の相談乗ってもらってる時。あー、なるほどね。で、特に恋愛相談乗ってもらってる時は、マジで揺らぐ。A 君のこと好きで、でも A 君をうまくいってないみたいな、うんうんうん、そういうのって大体その A 君と仲いい子に相談するやん、うんうんうん、そういう時に共感してくれたりとか、うんうん、自分の方に寄り添ってくれると、うん、結構なんかあれ B 君の方が話してて話しやすいとか、うん、なんか通じ合えるじゃないって思う。自分こっちの方が素見せれてるとか、いろいろ思っちゃうよ。だからやっぱり付き合ったらこっちの方が思い出すよ。そうで、あれみたいな。で、B 君がなんか、うん、俺も相談いいとかで、ね、うん、例えば、なんか、何々好きやねんけどとか言われたら、うん、あれ、うん、なんか嫌みたいな。わかるわかるわかる。それはめっちゃわかる。だから、この相談されてる時、うん、もし今、女の子に誰か相談されたら、結構、うん、好きやったら結構なチャンスやし、うん、自分が、例えば、男子で、好きな女の子に彼氏おったとしたら、うん、友達で一番の相談役のポジを、取って、次を待つかな。あ、なるほど。っていうぐらい揺らぐ。女やなって思うで、これは。ありがとう。男の人って結構さ、なんか盛り上がっちゃったりするとさ、うん、店員さんにありがとうございますかあんま言わんやん。一、うん、回さ、物が来た時にさ、うん、ありがとうございますって。絶対一人は言ってる一人やん。うん、そういう人がなんか隣やった時にさ、なんか素敵って思っちゃう。店員さんこう、お皿をやるとするやん。うんうんうん、だった時に置く場所がなかったとするやん。うん、それパパパパってどけてくれる人とか、それ持ってみんなになんかいる人みたいな感じでやってる人は、かうちがそれをやってたとしたら、うん、あ、持ちでって言ってやってくれてる。え、なんか優しいって思うよね。頑張ってできるとかじゃない気がすんねんな。歌上手。あ、これ揺らがんさ、結構めっちゃ揺らぐ。余裕に揺らぐ。余裕にゆらゆら。カラオケ行こうみたいななんてさ、うんうん、行った時にさ、うん、歌声とかってさ、うん、カラオケ行かな分からへんや、うん、その男子の歌声なんて聞かへんからさ、うんうん、そこで歌った時に、うん、え、待ってこないし、なんで分かる、めっちゃ上手いとか、分かる分かる分かる、え、上手いっていうか、うん、音程とか全部ぴったし合ってるとかじゃなくても、うん、なんか聴いてて上手い歌とかってあるやん、うん、結構な揺らいじゃう、うん、なんかそれだけでその人がかっこよく見えちゃって、うん、なんか今までどうやって対応してたっけとか、うん、あれかっこいいみたいななっちゃう、何、うん、歌われたい、金流行りの曲とかは自分も乗りやすいし、確かに歌うまいっていうのがわかるから、めっちゃいいかも。結構良かったな。菅田将暉とか歌われた。菅田将暉。ああ、いやあ、なるほど、ね。さよならエレジー。エレジー。ああ、なるほどね。ああ、確かになんか男の人しか歌えない歌。地味に押してるのがバラード。バラード。なんか多分タイミングは歌わない。そう、伺わなあかんと思う。ちょっといいなって思っちゃう。染みるし。ああ。いいなって思う。友達、うん、だからずっと友達って言うんだけど、結構なんかいい、ちみたいな、結構いい雰囲気になっても、うんうん、ずっと友達の関係性保ってくる、うん、っていうのが結構女子には来るなっていうのはあって、うん、寄ったりして、はい、結構楽しい感じになって、うん、これワンちゃんって全然いいなってこっちは思ってんね、うん、まあ友達やけど接してもいいなと思ってるけど、うん、なんかちょっと友達の距離感でちょっと来られる、結構長期的にさ、付き合いもあるわけやん、そうなったら、うんうんうん、またまあ遊びに行けるし、うん、あ、程度されへんなーって思って、なるほどね、なんか考えてこの人との関係値を、やっぱ友達かと思って、うん、でも友達で終わんのかみたいな、なそういうのもなんか、うん、結構考える、好きになるとかあるかも。
てもそっちの人の方が安全やなって思っちゃう。なんかずっと友達で、うん、寄ってたとしてもずっと友達で感じで来てたら、あ、やっぱこの人信頼できるって思っちゃう。なんか帰ったあたりな。今信頼できるし、みたいな感じで思って余計に付き合いたいみたいな感じ、うんうんうん、大切に思っちゃう、こっちも。なんか言ってない時、自分が、うん、例えば、うん、この人のこと好きやけど、うん、好かれてる自信ない、脈なしやな、うんうん、みたいな時に別の人からちょっとアプローチされたりとか、うん、ちょっと揺らいじゃう、A 君のこと好きで、うん、もうなんか A 君全然振り向いてくれへんみたいな時に、うん、別の飲み会で B 君と出会って、なんか B 君が結構こっち来てくれるみたいな、うんうん、ってなったら、うん、まあ、絶対こっちの人と付き合った方が私幸せやんみたいな、あ、なるほどね、思って、うんうんうん、なんかちょっと一瞬寄り道しちゃいそうになる、うんうんうん、メンタルやられた時とか、うんうん、そういう時にパッてなんかご飯行こうぐらいで来られたら、うんうん、ご飯ぐらい行っかみたいな思っちゃって揺らいじゃう、あ、確かにな、好きまで一気にはいかんねんけど、うんうん、もうご飯行こうかな、うん、とか気が空くよね、そう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 、うん、思っちゃうから、そこでうまくそっちに貶められたらもうそっちに変わっちゃうから、うん、確かにね、私の人、昔好きやった人、うん、あ、ご飯ってか、うん、揺らぎやすいね、これ、それこそ同窓会とかこういうの多いと思うんだけど、久しぶりに会ってちょっとお酒飲んだりとかしたら、なんか別にやましいことしてるわけじゃないのに、なんかちょっと男女の気まずさが若干あったりとか、飲んでなんか昔の一面見たりとか、そういうのがあると結構な揺らいじゃうところはある。エモくなるもんね。そうやね、勝手にエモい主人公みたいになる。そう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 、恥ずかしながらね。そう、多分男女これは共通かもしれないけど、別、うんうん、れた人とかさ、うんうんうん、昔好きやった人がまだめめしく来てたりしたら、うんうんうん、なんかもう行ってってなんで、うんうんうん、昔よりレベルアップしてたりしたら、うんうん、あ、なんかやっぱすごかったんやとか思っちゃう。なるほどな、うんうん、だからそういう時に付き合ってた頃から変わったこととかを話したら、うん、なんかあ、ちょっと遠い存在になっちゃったってなっちゃう。とかあの時もし別れんかったら変わってくれたかなとか、確かに思っちゃうかもな、うん、これ復縁したい人とかめっちゃ、確かにな、うん、こういう場があればっていうね、結構ここ女子見てる人多いかも。てかこの瞬間好き、なんか相手の笑顔、うちそれこそ今の彼氏別れて一回も寄り戻したけど、うん、なんか一回別れて何ヶ月間会ってなくて、そっから一回会った、うん、せやなって感じやってんけど、久しぶりに喋る時に笑顔を見て、うん、えみたいな、なんかあ、ずっと一緒にいたいって思う。あの瞬間が笑顔。なるほどね。っていう時が多いなって思う。あとなんか、この人、まだずっと遊びたいって思う時って結構笑顔、相手が笑顔の瞬間が多い。あんたの今の彼氏も、私が元カノなんですけど、笑顔を知ってるわけやん。その笑顔で思ったのがおもろいなっていう。バカにしてるわけじゃないで。バカにしてるやん。なんか爽やか系じゃないやん、だって笑顔が。おもろくて。女子、笑顔の瞬間見てさ、かっこいいと思う人少ないと思う。まあそうね。かわいいと思うね。うんうん、うん。その時に、なんかまた遊びたいとかにつながる、うん。それはそう。今まで出た中で一番女心が揺らぐやつを紹介していきたいと思います。はい、ので、うまくいってない時。色のすぎやないな。女子は揺らぐんじゃない、初恋の人とかさ、その時の記憶もちょっと出てくるもんな、うんうん、揺らぎがちやなって。私はうまくいってない時、うんうん、これは実際に自分が、うん、結構自分ね、うん、自分の中で一途やと思ってんね、うんうん、ね、うん、一途、私ほんまに一途やと思うんだけど、うんうん、ほんまに唯一揺らってするのがこれ、うんうん、うまくいってない時、これはもうあらがえへん。だってうまくいってないねもう。いやー、分からん、これ共通点やな、多分うちの弱い時、うん、うん、やっぱしかもこういう時にこいつ現れたら結構、うん、やばいな、これえ、違う、これミックスされたら結構女子やばい、やばいよな、やばいと思う。なんかずっと好きな人から返信なくてみたいな、うん、あ、どうしようみたいな感じになってる時に、うん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 、なんか昔の人来て、うん、なんかその方がとか思っちゃうよね、思う時やと思うよね、結構、うん、結構女子が弱いしょ、弱いよね。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます、はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。